どうも。皆さん、今回はこの黒サンタから、大事なご報告がございます。先ほど、何気に確認しましたら、男性視聴率 100%。 すごいですね、この数字。パーフェクトじゃないですか。当チャンネルは紳士の城でございます。ご理解とご視聴、感謝に絶えません。感無量です。特に女性視聴者を厭うのでもないですし、男だけの、みたいなこだわりもありませんが、結果的にこうなってしまっているようです。まあ、変な話。おっさんになって、しみじみ思うことなんですけど、なんとなく、男の理解者って、最後は男でしかないような気がしています。ですので、これ、なんか嬉しかったです。ほんと、ありがとうございます。まあ、初心者のおっさんが、半分錆びたチューブルのバイクを持ち出して、教習所みたいな小峰のプロテクターで。いや、マジで。ニグリップでけへんから、頑張って筋トレしとったら、糖尿病が治ってしまいましてん。もう血糖値も正常やで。みたいなもん、女性は見ないわな。ははははさて、今回は、前回が 1000S でしたので、M900 の購入の話でもしようか、と思ったのですけれども。これ、とても説明が難しかったです。それで一周、飛んでしまったのですが。まず、この M900 は、目下の僕の愛車であるだけに、自慢話みたいな後味の悪い動画になりはしないか、というのがあります。それから、もう一点。僕はこのバイクのことを、可愛い田舎の女の子みたいなバイク、と常々形容するわけですが。これって、半分は本当で、半分はごまかしの照れ隠しです。本当の部分、というのは、実際、ブカチというのは 1000S でもそうでしたが、身体感覚と手応えで掴み取る、理屈抜きの乗り物です。様々な意味で、美しく人間臭いバイクですので、やはり、ブカチとの生活は、美女とカワス恋に似ています。まあ、残り半分のごまかしと照れ隠しは、このバイクの魅力については、あんまり言葉にしたくない、というような話です。多分、ブカチの魅力なんて、本気で語れば、かなり小難しいクソ生意気な言い方になるしかないわけですが、それで結局何を言っているかって、気持ちいい。たまらんの。これだけですからね。簡単な話をわざわざ難しく説明してどうするのでしょうか。まずもって、僕自身がそういう面倒くさい自分に耐えきれませんし。恥ずかしくて無理。そこでこう、不必要に恋愛話など持ち出して、部下とは女で言えばこういう感じ、などとヨタ話。適当にそれっぽい話にしてしまうのです。しかし、また話を蒸し返すようですが、ありのままの感想をそのまま言葉にすることがはばかられてしまうこの感じ。ある種の羞恥心が刺激され、そこにかすかな背徳感の混じるブカケの手触りは、やはり恋愛に近いものがあります。まあ、恋愛のことを思い出していただければ良いのですが、すいた惚れたで、いちいちこんな顔して、愛してるとかなんとか、詩人みたいなことを口走り、やるにこと書いて、こういう顔で自己存在だの永遠だの。一つ間違えたら、命をかけるだの捨てるだの。もう、超大げさの大騒ぎ。なんだかんだ言って。美しい。気持ちいい。たまらんの。恋
愛だってどうせそれぐらいです。まあ、後々になって、冷静に考えたら、自分で自分を直視できないような。生実家本気でやっていることであるだけに、お天道様に顔向けができないというか、大真面目に、他人様に語って聞かせる気にもなれない。部下でもそんな感じです。バイクグルメな感じの YouTube 動画では、ブカケについて、皆さんすぐに、バイクの上から。来るなぁ、この鼓動感。これがブカケですよ。とか口々に言ってますけど。お前ら、その鼓動感を、体のどこで感じて気持ちよくなってんのか、ちゃんと言葉で説明してみ。ヨタ話はそれぐらいでいいとして。簡単に、M900 ってどういうバイクなのか。魅力の話はいいとして、買う時の参考になりそうな話でも。まず、M900 にはキャブ車とインジェクション車の両方があります。古いブカケのインジェクションがどんなもんだか、それは 1000S の動画で申し上げた通りですので、この話は今更です。一応、この車体に限ってはキャブ車をおすすめします。インジェクションのお値段は結構下がってきましたが、キャブ車の方は案外値下がりが渋いです。このバイクは今が買い頃ではないか、と僕が思う理由は、キャブ車でモンスターを、と思うなら、もうこの形式しかありえないからです。ぶっちゃけ、そこが大人気のある車体、というのですかね。余計な一言を申しておきましたら、景気はまだ冷えるだろうと思いますので。これから中古バイクの投げ売り。みたいな場面もあるだろうと思う次第なのですけれども。M900 って、そもそもそんなにお高い物でもなかったですし。値上げ幅もそう大きくありませんでしたから、これ以上安くなると言っても、そう大した話にもならんでしょ、という印象。下手に値下がりを待つより、状態の良い車体を抑えた方がいいかもしれません。インジェクション車って、ほぼ使い捨て、と思った方がいいですから、特に旧車で生き残るのはキャブでしょうし。多分、キャブの M900 は、執着する人は、かなり執拗に探す車体だろう、とは申し上げておきます。このバイクの値動きは、とにかく変な重さがあります。M900 とモンスターシリーズへの僕の本音。M900 への僕の感想は、これは極めて純粋なモンスターであるという一語につきます。モンスターとは何か？それはブカケのネイキッド。ブカケのエンジンと部品で構成された、ブカケの音と手応えのあるネイキッドです。僕は M900 に乗って、やはり、と思ってしまったのは、1000S 以降のモンスターは、実はしくじりバイクかもしれない、ということでした。何をどうしくじっているかって。まあ、インジェクションの件は先頃動画で紹介した通りです。あんなもの、しくじり以外の何物でもありません。それだけではなくて、わかりやすいのは、1000S のギア比です。時速50キロでも3速が使えないほどのハイギアードで、多分、あれが快適に巡航できるのは時速100キロぐらいでしょう。そこまでの高速型なら、もうネイキッドではなく、フルカウルの方がいいのでは？また、あのバイクは甚だハード、暴力的、破壊的、と言って良い加速です。はっきり申しますが、アップハンドルで殿様ライディングなんぞやっていたら、腹筋背筋が加速に負けて、後ろへのけぞってしまいます。しかも、スタビリティは高い目で、バイクの立ちは強いのでバイクを抱き込むように、強い前傾姿勢にしたくなります。1000S に乗ったらやることはただ一つ、もう仮面ライダーごっこさながらに。大人げなく青筋立てて前傾姿勢。気分は本郷たけし。こんなものが、アップハンドルのネイキッドでいいのでしょうか？毒を食らわばさらまで。どうせそこまでやってしまうというなら、やはり、俺様のサイクロンは。
唾液を切り裂いて失踪する。いけない感じのクリップ音しかないのでは？実際、SNS に載っていると、電子制御の不具合のこともありますので、何気に。ケブ仕様の 900SS が欲しくなります。しかし、僕の場合はこれもジレンマでして。いつも申しますように、僕は大して飛ばし屋でもありませんから。どうせ高速道路なんか、好んで走るわけもありませんので。こういうフルカウルはちょっとどうかな、と思ってしまうのですよ。そんな感じの、どこかチューブラリンな気分を、あんまり考えないことにして SNS に乗っていたわけですが。M900 に乗ったら、SNS も 900SS も、僕の頭の中から消え去ってしまいました。ぶっちゃけ、M900 は、SNS の憂鬱が何もないバイクです。電子制御ではなくてキャブですので、まずもってそこらの不具合がすべてなくて、もうすべて普通。そして、恐ろしく乗りやすい。ギア比も普通です。もう、教習用の NC750 みたいなもんです。指示速度35キロ、と言われて3速。1000S ではありえないギアですが、M900 ならそんなもんです。細かい話はもういいか、と思いますので、くだくだあれこれ申しませんが。しかし、一応は大型900、腐っても不可気ですので、自然で伸びやか、穏やかとは言っても、気合で回せばそれなりです。制限速度50キロなんて、青信号から発進したら次の瞬間には出ています。もう一般道でこれ以上は必要ないだろ、というぐらいな速さは十分です。というか、穏やかだとかのんきだとは言っても、そこはやはり不可気ではありまして。音や手応えもビンビン。四輪のセンスで言わせてもらえば、問題なく下手なフェラーリやら多少のアルファロメオなんぞより、M900 は確実に凶暴です。これで、ネイキッドの開放感が、とてもお楽しい速度域。つまり、空気抵抗を意識せずに済む、一般道の速度域で気楽に走れるのです。ぶっちゃけ、このバイクは乗ったら病みつき。1000S って、M900 からモデルチェンジするときに、前作を超えようとして、かなり無理をして、しくじっているような、ネイキッド、というスタイルの恩恵も、意味も必然性も見失ってしまっているかもしれない。そして、苛烈な高性能の代償に、快適なネイキッドの速度域を我慢と苦しみにしてしまっている。高性能化で車体のコンセプトや個性が崩れる、というのは、モデルチェンジによくある話です。おしまいに、修理と故障のお話。僕は常々、このバイクを、ありもので作った部品の寄せ集め。適当に作ったバイク。と笑っているわけですが、実を言うとこのバイクはそこがいいのです。有用部品と汎用部品の連発、というような旧車は、大体部品供給が楽、と決まっています。あっちもこっちもで使った部品なんて、たくさん作っているに決まっていますから、なんやかんや言いながら新品が出てくるものです。非常に無責任極まりない発言で恐縮なのですが、海外の部品販売業者のサイトを閲覧する限りにおいて、M900 の補修部品は潤沢です。これを言う、僕がどうして無責任極まりないか、と申しますと、仮に海外にたくさん新品があるにしても、それをどうやって日本国内に持ち込めばいいのか、というところまでは、正直、まだ十分に確認していなかったりするからです。ですが、ジャンク品の様子もそうですし、日本国内のちょっとした新品パーツの様子を見る限り、結構どうにかなるのかな、という印象。ジャンク品はともかく、新品の純正部品は、下手をすると、僕のジャズより探しやすいかも、とさえ思うことがあります。ま、海外からどうやって部品を引っ張るか、そこが問題、という感じではあるのですが。
案外、改造霊は国産部品の有用霊なども、結構紹介されていたりもしますし。M900 は電子制御がなければ、どうのこうの言ってどうにかはなる、みたいな感じでしょうか？故障の頻度については、壊れないよ、と気楽には言えないものがあるのですけれども。思ったよりは壊れない、とは申し上げておきます。ま、例えばこいつの警告灯なんてのは、必要な時には点灯せず、必要のない時には点灯するという。黒ひげ危機一髪みたいなお茶目なイベントグッズで。強いて言えばいつでも壊れている、というか。正常、とはどこら辺のことを言うのか、なかなか難しいバイクですが。慣れたら大丈夫です。大丈夫、多分走れますよ、多分。でもない動画になってしまいました。でも、あんまり反省はしていません。きっと僕には企業案件なんか、絶対に来ないと思います。それではまた。